るさと納税チャンネル、今回は京都府亀岡市特集です。楽天ショップオブザマンスふるさと納税賞を受賞している亀岡市を紹介いたします。亀岡市ですが、京都中心部や大阪からのアクセスがとても良い場所にあります。そして便利なところにありながら、山や川などの自然に囲まれた地域であり、四季折々の表情を楽しむことができます。トロッコ列車、湯の花温泉、さらに保津川下りまで自然のアクティビティが楽しめます。朝霧が雲海のように広がる素晴らしい景色を楽しむことができます。霧が育む今日の台所亀岡市、そんな亀岡市のふるさと納税の返礼品が大人気なんです。それがこちら、楽天ふるさと納税最強ローストチキン。地鶏、丹波黒鶏の丸鶏を1羽焼き上げたボリューム満点の商品です。お肉がジューシーで、醤油ベースの香ばしい香りが食欲をかきたてて、子供たちにも大人気。クリスマスや誕生日パーティー、通年でお楽しみいただけます。ローストチキンってどうやって食べるの？という方もいらっしゃると思うんですけれども、丸かじりで大丈夫と言っても大きすぎますからね。どう切っていいかわからないという方のためにも、こういうわかりやすい切り分け方もついてくるので安心です。そのままだけではなく、パンに挟んだりサラダにしたり、細かく刻んで炒め物にも、いろいろ応用レシピがあります。さあ、ここで購入した方のレビューをいくつかご紹介します。総合評価が 4.49、 そしてレビューが80件もあるんですけれども、大変美味しくいただきました。お肉は柔らかいですし、味付けが何と言ってもいい塩梅で、ビールとも日本酒ともワインともよく合いました。とてもジューシーで美味しく、一羽丸ごとで食べ応えもありました。見た目のインパクトもあり、子供も大喜びでした。期待せずに注文したところ、家族に大好評でしたので再注文しました、などレビューをいただいています。このローストチキンは地鶏、丹波黒鶏で作られているのですが、地鶏は鶏の国内生産の 1%、 その中で黒鶏はオンリーワンなのです。このローストチキンを販売しているのが株式会社山本様です。主計の輸入から孵化、養鶏機材販売、食品販売まで、鶏に関することをすべて手掛ける企業です。山本様の3つのこだわりがあります。1つ目、飼育環境。2つ目、血統。3つ目、飼育日数です。他にも赤鶏などありますけれども、実は日本に流通する色付きの鶏の7割を供給しているのが亀岡市の山本様なのです。そして、ローストチキン以外にも美味しい返礼品があります。手さばき、熟成、地鶏、丹波黒鶏1羽セットです。こちらもふるさと納税の返礼品で出品しています。こちらは部位ごとに包装が分かれていますので、ももは唐揚げ、胸はチキン南蛮など、様々なお料理にご利用いただけます。こちらは黒鶏と赤鶏の食べ比べセット、もも肉4キロなんですけれども、こちらは特に2022年1月10日までは感謝祭特別プライスで2万円のところ1万5000円となっております。黒鶏、赤鶏、胸肉食べ比べセットもご用意しています。こちらは肉の繊維がきめ細かく、噛むほどに旨味を堪能していただくことができます。地鶏、丹波黒鶏、すき焼きセットも大変おすすめしています。地鶏、丹波黒鶏は繊維質がきめ細かく、深いコク、旨味があり、地鶏、丹波黒鶏のガラスープと鶏屋が本気で考えた割り下でお楽しみいただきたいと思います。全国の皆様にも、おめでたい日やこと始めなどの日、そして日々の暮らしに感動のスパイスとして、京都の伝統の味、鶏すきを味わってほしいです。素晴らしい返礼品をご用意していただいている株式会社山本様ですけれども、2020年のコロナ禍では、多くの飲食店と同じように、山本様も危機的状況に陥っていました。そんな中で奇跡の逆転劇がありましたので、それについて山本様にインタビューをさせていただきましたので、その動画をご覧いただきたいと思います。ということで、株式会社山本の皆様、そして亀岡市のですね、観光マスコットキャラクターの明智亀丸くんにもお越しいただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、このですね、大人気商品ローストチキンですけれども、もともとは市場に一般に出ていなかったと聞きましたが、こちらについてお伺いしてもよろしいでしょうか。弊社もともと B2B 卸売業をメインでずっとやってまして、それがこのコロナ禍で卸売業は低迷しまして、
で、昨年からあの B2B からまあふるさと納税を含む B2C への本格的に参入いたしました、はい、なるほど、はい。まあ、あのこのローストチキンなんですが、はい、本当にあの在庫過多となって、はい、賞味期限も切迫してきて、はい、まあ、どこにいるんだっていう部内会議をもう開いてもなかなか異案が出てこないで、はい、でとりあえず売らないといけないと、まあ、そうですね、はい、はい、うんうん、もう本当にこのまま在庫が、はい、あのなくならなければ終売するっていうところまで、はい、うん、本当に崖っぷちまで来た商品なんです。なるほど、それはかなり大変な状況だったわけですね。で、それをどうやって多くの方に、まあ、知ってもらえるようになったんですか。昨年の5月に、まあ、ローストチキンがもう余ってどうしようっていう話をした時に、うん、はい、まあ、ポスティングをまずしました。はい、亀岡全域全域全域亀岡市結構人口多いですよね。で3万世帯ぐらいですかね。全域ですか。全域にもなかなか、はい、巻きました、うんうん、で、まあ、あのありがたいことに皆さんご購入いただいたり、はい、うんうん、でその個人宅だけではなくて企業様にもお願いして、で、はい、あのそこのやはりパートの女性の方とかが賛同いただいてということで、はい、うんうん、あの少しずつ在庫は減ってきました。なるほど、はい。で、かなりまあそこの部分でこう、まあ、売れたということで、まあ、かなりねそのポスティングしてこう売れるところまでのかなりな、まあ、ストーリーだと思うんですけれども、でその後あのさらに何か新しいストーリーも確かあるっていうふうにお伺いしたんですけれども、それについて聞いてあのよろしいでしょうか。ポスティングだけでは本当にあの在庫はまだまだありましたので、なるほど、はい、亀岡市のふるさと納税の方にご相談させていただいて、はい、もうあの期限切迫っていうことで、はい、訳あり緊急商品として、なるほど、はい、あの掲載をいただきました。はい、その反響はどうだったんですか。あ、売れました。売れたんですね。今の中澤さんのすごく表情が本当に売れたんだなって、なんかあの亀丸くんもすごくボーってなってますよね。で、いやその反響があったということで、もう全国の皆様から本当にご購入いただいたということなんですね。そうですね、期限切迫でもう困っていた分は全部完売させていただきまして、はい、なるほど、もう素晴らしいですね、はい。で、その後はどのように今あの購入することができるようになったんですか。で、それが去年の夏の話なんですけども、はい、で、まあ、大体皆さんクリスマスに食べたいという方が多いんですけどもその前に完売しましたので、はい、まあ、ニーズがあるなるということで、とりあえず去年は1000羽あの追加で焼き上げまして、はい、11月半ばには完売したと。それも完売だったんですね、はい、本当素晴らしいですね。いやそれはもう本当あの山本様にとってもすごく嬉しいこうお話ですよね。その完売っていうのは。そうですね、うん、今までなかったですね。まあ、もともとはあの B2B 向けっていうふうにお伺いしてて、はい、まあ、B2C 向けにまあ今回されて、はい、あのそれが非常に大きな反響ということで会社全体にもいい影響を与えたんじゃないでしょうか。そうですね、本当にいい商品を作れば、うんうん、やはりあのご理解いただいて、うんうん、あのファンがたくさんできるっていうことが、はい、あの分かりましたし、はい、でこの、ね、地鶏丹波黒鶏のローストチキン、うん、はい、崖っぷちの商品だったんですが、うんうん、もう本当にご支援のおかげで起死回生、はい、本当に大きな勇気をいただきました。いや本当に素晴らしいですね。で、最後にですね、まあ、一言あの全国 の、ね、あの方にちょっとメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。今回、はい、地鶏丹波黒鶏のローストチキン、うん、本当に崖っぷちの商品で、はい、もう終売っていうところまで追い込まれていたんですが、全国の皆さんに大きなご支援をいただいて起死回生、はい、これで大きな勇気を山本はいただきました、はい、でまだまだ本当に厳しい状況は続いてるんですが、はい、全国の皆さんも同じ状況だと思いますので、はい、山本としましては、はい、この状況、はい、食を通して少しでも明るく楽しく過ごしていただけたらなと思って、はい、いい商品をこれからも提案させていただきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。素晴らしい思いのあるメッセージをいただきましてありがとうございます。いや、ぜひですね、あのこちらの、ローストチキン、その他山本様のですね、チキンをですね、ぜひご購入いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。素晴らしいインタビュー動画でしたね。
こちらの話をまとめたドキュメンタリー動画もありますので、概要欄をぜひご覧ください。さあ、亀岡市のふるさと納税の返礼品をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。どれも美味しそうで迷ってしまいますね。京都府亀岡市の寄付金の使い方ですけれども、ご覧の事業を推進するために活用していきます。ふるさと納税チャンネル、今回は京都府亀岡市特集をお送りいたしました。